こんにちは、こんばんは。はい、コスメコンシェルジュギャラクシーがブレイキングダウン戦を振り返っていきたいと思います。はい、ブレイキングダウンウォッチャーコスメコンシェルジュギャラクシーが今回のセブンね、振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず振り返りですね。会場、やはり事前言った通りですね、2000人でしたね。やはりね、約2000人入りましたと予想通りですね。はい、で過去最高のペーパービュー売上です。ですからブレイキングダウンの1から7の中です、過去最高の PPV 売上だそうです。すごいですね。さすがにザマッチほどはいかないまでもどれぐらいいったんですかね。過去最高、数字明らかにされてませんので、どれぐらいなんですかね。まあ、この辺はわからないところです。はい、そうですね。まあ、これがすごい。まずそのブレイキングダウン7のね、概要になります。結果ですね、素晴らしいです。はい、概要にとっては以上です。まあ、じゃあね、振り返り編ですね。試合の振り返りですね。ブレイキングダウン7ね、振り返りしましょう、試合のね。はい、なんといっても、そうですね、前回出してましたね、見どころで。ノッコン、寺田選手対天田博美選手。なんと、ノッコン選手勝ちました。すごいです。天田博美選手というと、K1 のね、プロですからね、プロに勝っちゃうんですから。あの、バタービーンとやってる天田博美選手でしたね、ノッコン、寺田選手、突進止められませんでしたね。まあ、ちょっと年齢的な面もありますけども、すごいですね、ノッコン、寺田選手。これで一気に、スターダム、ヘビ級のスターダムに駆け上がりました。おめでとうございます。はい、続きまして、ジョリー選手対慶之助選手ですね、振り返りですね。なんとジョリー選手勝ちましたということです。私もね、見ましたけども、確かに有効だジョリー選手の方が入ってましたね。まあ、最後にでも慶之助選手、終わりですね、延長の終わり頃、いいね、カウンターの右側当たってましたけどね。まあ、結果として、まあ、有効だでジョリー選手と、まあね、際どい試合でしたけどね。慶之助選手はなんと敗れるという、まあ、これは波乱でしょうね。波乱だと思います。ジョリー選手すごいですね。はい、続きまして、メインはアンポルキア選手対アビディ選手。アンポ選手さすが現役ですね。体重が違うと、しっかり勝ちました。すごいことです。最終1ラウンドは最初危なかったですけどね、そこから持ち直してですね、まあ、アビディ選手のパンチも入ってましたけどね、その後ですね、アンポ選手の、そうですね、怒涛の攻めですね、すごいですね。結果アビディ選手をKO しました。すごいです。びっくりです。はい。で、最後、番外編ですね。サトル選手。すごいですね、サトル選手。決意をしなかったんですけど、見事に、ブレイキングダウンというかね、弾けましたね。まさにポップコーンのように弾けました。今、バズってます、動画が。再生数。結果としてね、サトル選手、すごいですよね。再生数回ってますんで、なかなか、さすがですよね。ということです。これが試合の振り返りですね。はい、試合の振り返りは以上です。それではね、ブレイキングダウン7、振り返り、以上で終了になりますね。総括です、最後ね。今回のブレイキングダウン7は、そうですね、まずペーパービューの売り上げが一番だったのと、まあ、安保選手軍団ですね、安保ルキア軍団さんが、躍進した大会でしたね。2選手とも優勝と。で、テルさんに限っては、サトルさんデコで、サトルさんブレイクしたと。これ、大穴ですね。大穴。サトルさんが、一気に伸びてきた。知名度上がってきましたね。今回の件で。まさに弾けるポップコーンです。はい。そうですね。素晴らしいことだと思います。はい。ということですね。で、あとは、そのノッコン寺田選手ですね。ヘビー級にまた、新しいね、スターが生まれたということで。で、出さなかったですけど、エロボロキングですか、2メートル超えてる。あの選手の対戦があるかもしれないですね。このビッグ対決ですね。ヘビー級っていうのはなかなか日本人ね、難しいと思うんですよね。ヘビー級ってなかなかいかないと思いますけども。まあ、ブレイキングダウン8。もうすでにオーディション始まってますんでね。次が楽しみだと思います。果たして8はどうなるのかですね。まあ、今会場が、そうですね、1回目が2000人規模の、あれですね。まかりメッセ。じゃあ次回はどこになるのか。どこになるでしょうね。幕張メッセと来たら次はどこでしょうと。後楽園。どうですか、後楽園。後楽園。わかんないですよ。まあ、それ勝手な予想なので。で、ということでね、またブレイキングダウン7ね。楽しみだと思います。次ね、期待したいと思います。はい。よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは次回のブレイキングダウン8でお会いしましょう。それでは、さようなら。